ベリコタルノボは、ブルガリア北東部の町、及び、それを中心とした基礎自治体、ベリコタルノボ州の州都である。町は、ヤントラ川沿いに広がり、第二次ブルガリア帝国の首都として、多くの観光資源で知られている。かつては、タルノボと呼ばれていたが、1965年に、大を意味するベリコを監視ベリコタルノボと改称された。 ラテン文字への転写方法としては、ベリコター・ノボと表記されることもある。また、トルコ語での呼称は、ベリ・コ・トゥル・ノボであり、オスマン帝国時代の呼称はトゥル・ノバである。日本語においては、大・タル・ノボ、ベリ・コ・タル・ノボ、ベリ・コ・タル・ノボ、ベリ・コ・トゥル・ノボ等の表記も見られる。ベリ・コ・タル・ノボは、大相撲元大関であること欧州の出身地であるが、日本相撲協会による表記は、 ベリコタルノボとなっている。ベリコタルノボの歴史地区ベリコタルノボはブルガリアでも最古の集落の一つであり、5000年期を超える歴史を有する。この地域に人間が居住していた最古の痕跡は、紀元前3000年期のものである。ベリコタルノボは12世紀から14世紀にかけて、ブルガリアで最も強固な要塞として成長し、ブルガリア帝国の首都としてその政治、経済、文化、 宗教の最重要拠点となった。14世紀に東ローマ帝国が弱体化すると、タルノボはそのバルカン半島及びスラブ系政教会見に対する重要性から第三のローマを称した。ベリコタルノボと取り巻く山々の朝。コルフィチェットによる精神女誕生大聖堂長は200年にわたって繁栄と発展を続けた。街の政治的。 精神的な発展は1393年、オスマン帝国による3ヶ月にわたる、包囲の後の陥落によって停止し、ブルガリア帝国全土は侵入した、オスマン帝国の征服者によって荒廃した。中世のブルガリアで、町や村、教会や修道院の多くが焼かれ、廃と化した。ベリーコタルノボは、中世にはブルガリア語で、トゥルノブグラトと呼ばれ、 1598年と1686年の2回の対オスマン帝国武装放棄の場となったが、いずれもブルガリア解放を実現することはできなかった。トゥルノブグラ島はその後も19世紀までオスマン帝国支配下に置かれ続けた。19世紀にはブルガリア民族復興運動によって民族意識が喚起され、強力な抵抗運動へとつながっていった。 ブルガリアの独立国家と独立協会たるブルガリア正協会を復活させる考えは1875年と1876年の放棄へと結びついた。1876年4月23日の4月放棄はオスマン帝国によるブルガリア支配の終焉の始まりであった。これは後のロト戦争へとつながっていった。1877年7月7日、 ロシアの将軍ヨシプ、ブラジーミロビチグ事故によって、タルノボは解放され、480年に及んだオスマン帝国による支配に終止符が打たれた。1878年には、ベルリン条約によって、ブルガリアの北東部を領土とするブルガリア公国が認められ、タルノボはドナウ川からバルカン山脈にかけて広がるブルガリア公国の首都となった。 1879年4月17日、ブルガリア初の国会が、ベリコ・タルノボで招集され、タルノボ憲法として知られる、ブルガリア初の憲法を議決した。その主要な内容は、ブルガリアの首都をソフィアへと移転することであり、以降今日までブルガリアの首都は、ソフィアとなっている。フェルディナンド一世は、1908年10月5日の、ベリコ・タルノボの完全独立宣言の場所として、 ベリコ・タルノボの40人の致命者制度を選んだ。1965年、町はその豊かな歴史と重要性を記念し、公式にタルノボからベリコ・タルノボへと改称された。ブルガリアの代表的な旅行先であるベリコ・タルノボには、豊かな歴史的建造物や造形が見られる。チャレブツ丘の上にあるチャレブツ城市は、かつてのブルガリア皇族や総主教の住まいがあった。 トラペジツァは、町の内側にある、第二の要塞であり、ヤントラ川右岸に位置している。その他の見どころとしては、テッサロニキの聖デメトリウス聖堂、四十人の地名者、聖堂、民族復興様式の建築群、トルコ時代の軍役場コナクであった場所に、ニコラフィチェフにより建てられたかつての国会議事堂、この地方から見つかった古代の遺物を収集した、考古学博物館。 民族復興期に多くの職人が集まり、今日もその家々と工房がそのまま保存されている古い商店街、民族復興期の絵画を集めたサラフキナ邸、聖コンスタンティンエレナ聖堂などがある。ベリコタルノボ基礎自治体には、その中心であるベリコタルノボをはじめ、以下の町村が存在している。ベリコタルノボの姉妹都市は次の通り。2009年7月30日閲覧。 ありがとうございます。